トロールのミスがこうね、はい、試合を苦しくしてしまう。ヴィンテル、そしてそのフゼール、フゼールがドリブルで持ってシュート、フゼールのシュート、ラツィオ2点目。このシュートはすごい。ボールをキープして右サイド、フゼールに渡ります。2人がマーク、囲い込み、しかしボールが渡っています。センタリング打つ、フゼールがバッチか、そのフゼールへ、今日大暴れ、フゼールかわしてフゼールが持っていくシュート、ファールですね、ファールが出ましたね、その前にね、フゼールがマークをかわすと面白いや。ここもしかしラツィオの攻めは、このボールを追い越すぐらいの勢いで後ろから選手が、シーズンは13ゴールを取りましたが今日は出ておりません。